政治的に調整される利害は、突き詰めれば、それに関係する個々人の感情に基礎が置かれる、という話をしました。そうしますと、私が2.1回で損死の、主は、怒りをもって、軍を起こすべからず、とかと絡めて、感情に任せるな、ちゃんと考えろ、としたのと整合しないのではないか、という疑問が生じている方もいるかもしれません。これについては、 以下の2点において理性的思考が働くというのが答えとなります。第一に、費用や便益そのものの評価は主観的という意味で感情的なものですが、費用便益分析においてもう一つ絡んでくる賞賛というのは、そういう主観的なものではなく、好みでどうこうなるものではないという点。第2に、現在だけではなく、長期的な意思、将来的な感情も考慮した方がいい。 刹那的に、現在の感情的な満足のみを追求したら、将来、この追求を抑制した場合よりも、もっと不満足な状態になるかもしれないから、現在と将来との兼ね合いを考えるべきだろう、という点、です。今の第二点につきましては、ハイトが、理性は、感情に基づいて働くということについて、それは、奴隷が主人に仕えるというよりも、弁護士が、 依頼人のために働くと言った方が的を得ている。有能な弁護士は依頼人を手助けするために最善を尽くすが、必ずしも全ての要求に応じるわけではない。自滅的な要求、像が3倍目のお代わりをしようとするのを乗り手が拒否する場合など、もあるからだ。と言っているような次第となります。このような関係は、単に、一個人の中の感情と理性とだけではなく、 人化された国家知性において、死として国民に属するとされるところと、死として政府に属するとされるところにも言えると思われます。さて、ところで、前回のはじめに見ましたように、戦争論は、単に感情というのではなく、特に敵外心、敵対感情と言っておりますので、これについて取り上げます。とはいえ、敵外心、敵対感情そのものが、何に、 由来し、どういう機能を果たすのか、といった問いは、社会心理学者に回すことにしまして、ここらでは、あくまで、敵外心、敵対感情が、暴力的手段による、政治の継続にどう組み込まれるか、ということを見たいと思います。その上で、これに関連しそうな出発点として、谷岡には、ゴルフのライバルから、チョコレート一枚でもせしめるためならば、 10万円のゴルフクラブを買っても良いという人を知っているが、この人にとって10万円というゴルフクラブにかかる費用よりも、ライバルから勝ち取るチョコレートの価値の方が高いのである。無論、本来の経済的な客観的な価値は、チョコレートの方がはるかに安い。しかし、主観的な価値は別の話となる。という話があります。これ、確かに主観的な価値の話ではありますが、例えば、 切手収集家が何か珍しい印刷のズレがある100円切手を手に入れるのに10万円を出してもよいというのとは違う感じがありますよね。この話の人の場合、チョコが大好きで10万円でも惜しくないというのとは違うのはもちろん町内会とかのゴルフ大会で商品を得るためなら10万円出してもよいというのでもありません。ここにあるのはある特定の公的種、ライバルに だって、その人からチョコをせしめるというその感情的満足のためなら10万円払ってもよいという話なわけですそうしますとここでもっぱらその公敵種、ライバルに対する敵外心敵対感情が10万円の支出を割りに合うものにするということができるはずですとはいえこれはかなり対象が特定というか限定された例の話です戦争が 典型的には国家間でなされるものだとしますとそこで絡んでくる敵外心敵対感情も特定個人に対するというより国及びその国に属するものとしての個人に対するものとなるでしょうということで話は国対国の国際試合に移ります国際試合に参加するのではなく観戦するのであっても自国断っておきますと必ずしも 住居や国籍があるのではなくて、自分が帰属していると思っている国のことですが、そういう自国が勝てば嬉しいし負ければ残念だというのは、自然な傾向として了解できます。社会心理学的には、集団認知からの栄光欲とかいう話になるかと思います。これに対しまして、自国の関わらない外国同士の試合については、何か、技術的な関心が向くことはあっても、 感情的には、どっちが勝とうが負けようが、別にどうでもいいものとなるでしょう。しかし、ここで、この外国の一方に対して、敵外心、敵対感情を抱いていたらどうでしょうか。その国が第三国に解消したら、別に自国が負けたのでなくても、不愉快な気分になるでしょうし、反対にボロ負けしたら、自国が勝ったのでなくても、ざまあみろ、といった愉快な気分になるでしょう。かような次第からしますと、 敵外心、敵対感情とは、その対象における損失や苦痛を、自身の快感にし、同じく、対象の利益や喜びを、自身の不快感にする、心理的な働きだと言えるでしょう。なお、先ほど、国際試合を例にしましたが、戦争に関わる敵外心、敵対感情は、戦争を行う政治的単位の属性に向けられるものでしょうから、必ずしも、近代的な国民意識に基づくものに限られません。 例えば、宗教戦争であれば、敵外心、敵対感情は異教徒という点に向けられるでしょう。あと、孫子には、越人とご人の愛に組むも、というのが出てきますけど、これも近代的な国民意識というよりは、遅延的な貴族意識なんじゃないかなと見受けられます。また、王政や貴族政の社会であれば、 のの王やや貴族の血筋や家に対して敵外敵心・対感情が抱かれれていいるととうことも考えられます。なお敵対感情について戦争論には両国民および両国家の間に敵対的な感情が累積され両者の間に非常な緊張が醸し出された時はそれ自体極めて小さな政治的目的が意外な効果を引き起こし いわば巨大な爆発とも言うべきものを生み出すに至ることがよくある。と出てくるところがありますが、その少し後では。国民の士気が高揚するような場合には、それに応じて政治的計画も大規模化しているものであるし、とありますので、この、それ自体、極めて、小さなものが、意外な効果を引き起こし、というのは、政治的目的というより、火種とか引き金という意味で、 政治的問題というのがいいように思われます。さて、そんな次第ですから、戦争論が、同一の政治的目的も、あるいは国をことにし、あるいは同一国においても時代をことにすれば、全然異なる効果をもたらすことがある。というのは、第一に、客観的、外形的な目的や費用が同じであっても、国や時代が違えば、 その主観的、感情的な評価が異なってきて、その兼ね合いも違ってくる、というのがもちろんありますが、加えて第2に、ある、国によって、戦争の目的や時代が同じであっても、鉄国が違えば、同様に、目的、費用についての評価、兼ね合いが違ってくる、ということもあると考えられます。2.15回で、鉄国貴族が、こちらの国の下級貴族になるくらいなら、 死んだ方がましだとか考えていたら、こうはして併合されることには応じないわけですけれどね。という話をしましたが、この鉄国貴族も、例えば東隣にあるこちらの国に対しては、そう思っても、反対側、西隣の国に併合される場合には諦めもつくというか、併合されても死ぬよりはマシだと考えることがあり得るということです。このようにしてする。 敵外心、敵対感情と政治的費用便益分析との統一的理解について、戦争論の。代償によって政治的目的を達成せんがために、代償の方が本来の政治的目的よりもはるかに大きくなければならない場合がある。というのをネタにして、より具体的に見てみましょう。ということで、2.12回からしております。敵国の港を占領し、 それと引き換えに国葬地帯一個を活上させるという例での話となります。ひとまず、こちらによる港の占領が成功したとしましょう。ここで、鉄国が港を回復するために講和に応じるか、それとも犯行作戦を取るかは、この鉄国による費用便益分析によることとなります。端的には、犯行でかかると見積もられる戦争費用が、 国葬地帯換算で1個分を上回ると評価されるか否かということです。もし上回ると評価されるならば、その戦争費用がかかるより、国葬地帯1個を失う方がマシですから、その条件での講和が選択されるでしょう。その上で、次に、敵国がこちらの国に敵外心、敵対感情を抱いているとします。これによって、 こちらの国が欲しいと思っている国葬地帯を獲得することそれ自体も、鉄国にとっては嫌な物事として、感情的心理的に費用として加算されることとなります。これ、非近な例で言いますと、前に出ましたゴルフとかの国際試合で、単に自国が負けた場合と、敵外心、敵対感情の対象となっている外国に自国が負けた場合とで、悔しさが違う、ということを想像いただけるなら、 その差が今言うか三分に相当します。ですから、この敵外心、敵対感情が十分強ければ、敵国にとって、国葬地帯を、こちらの国に活用することの費用の評価が、反抗作戦に見積もられる戦争費用の評価を上回るようになり、講和は選択されなくなります。このような鉄国を講和に応じさせ、国葬地帯を割用させるためには、こちらの国としては、大償用の占領地を、 港よりさらに拡大することで、鉄国の反抗作戦も大規模化させ、その戦争費用が、敵外心、敵対感情によって、国葬地帯の割動に加算された分を上回るようにさせなければならなくなるわけです。以上、基本的な考えの説明でした。以下、2点ほど補足説明となります。その1、先ほどは、鉄国の選択肢を、 高枠反抗作戦かの二つにまとめましたが、実際的な選択肢は、もっと細かく分かれます。例えば、反抗作戦を取るにしても、港を直接脱回するか、それとも、港と交換する代償用に、こちらの国の地方を占領し返すのか、それなら、どの地方にするべきか、というのがあります。ですから、細かく言うと、反抗作戦の戦争費用というのは、 これら諸選択肢の中で最低の見積もりのものとなります。また、直接軍事的なものの他にも、外交的な働きかけをして、第三国からこちらの国に圧力をかけてもらうといった手も考えられます。もっとも国際政治学の教科書では、ハフバウアーたちの研究によれば、穏健な政策変更に関しては、 約半数の事例の経済制裁が効果を上げているとやる。しかし、冒険的な軍事行動を阻止するといった目標については、効果が上がる場合はかなり少なくなる。とのことなので、これは、せいぜい補助的なものにとどまりそうですけどね。なお、経済制裁を超えて、第三国に軍事的に介入してもらうなら、それは、当該第三国の改戦決定の問題の扱いとなります。その2、 また、こちらの国が、この敵国を講和に応じさせるための選択肢も、代償用の占領地の拡大に限られません。今回の最初にも触れましたように、戦争の費用便益分析には、賞賛も関わってくるものですから、敵国の賞賛見積もりを引き下げさせて、既存の占領地についての反抗作戦の費用評価を引き上げさせることも考えられます。もっとも、占領地の拡大なしでこうするには、 犯行作戦を数字にわたって失敗させるといった、受動的かつ、時間のかかるやり方になると考えられます。あるいは、敵国がこちらに対して抱いている敵外心、敵対誕生を沈静化させたり、矛先を変えさせたりすることも考えられます。とはいえ、これは、政治宣伝、プロパガンダとかの話になり、孫子や戦争論からは、だいぶ外れることになりますので、ここでは深入りしません。